ういっす。どうも、こうみえと申します。今回はね、ちょっと仕事に関するお話をね、していこうかなと思います。大企業に入ったからって、将来絶対安泰するわけじゃないっていう話をね。僕もね、大企業に勤めてた経験があるんですけど、やっぱりね、お金だとかも結構もらえるし、他の企業と比べて安定しやすいのは事実なんですけど、やっぱり絶対ではないんですよね。うん。その理由をね、ちょっと話していくんですけど、一つは、解雇される率、リストラされる率っていうのも割と高いんですよね。ニュースとかであるじゃないですか。大量リストラしたみたいな、どこどこの企業はみたいな感じで。ああやってニュースに出るところって大企業しかないんですよね、基本的に。うん。毎年2000人、3000人とか言って、無能な人たちをちょっと首切るみたいな。うん。だから、もう、会社に入ったからって、仕事ができなかったり、成果出さなかったら、やばいっていうことなんですよね。うん。あとは、働いてるけど、事実上の戦力外通告みたいな。前は営業として働いてたんですけど、ちょっと成果だとか、成績出せなかったんで、ちょっと他の部署に行ってもらおうか、みたいな感じで。実際いたんですよね。僕、エンジニアの部署にいたんですけど、今まで営業として働いてた人が、なんか、全く関係ない、うちの部署に入ってきて、これからはちょっと IT のことに関して頑張っていきます、みたいな感じで、うん、よろしくお願いします、みたいな、いたんですけど、その人、結構年もいってて、やっぱり、年下の俺だからしたら、教えにくかったわけですよ。で、なんかだんだん孤立しちゃって、辞めちゃったっていう人もいたし、うん。で、最近だと、あれですね、コロナの影響で大打撃を受けた ANA っていう飛行機の大手企業あるじゃないですか。僕もね、飛行機に乗るときだいぶお世話になったところなんですけど、今だとあそこめちゃくちゃ被害っていうか、その利益出せなくて、旅行客がもう減っちゃったんで、今年はコロナの影響で。だから、おそらく社員の人たちに給料払えなくて、ちょっと誰か、うちの社員受け入れてくれませんかみたいな、給料出してくれる会社ありませんかみたいな感じでニュースになったんですよね。で、野島っていう小売企業だとか、ちょっと企業名出しちゃったけど、他の企業とかが、うちだったら、全然受け入れますよ、みたいな感じで、ただコールセンターだとか、ちょっと呼び込みの仕事やってもらいますけど、みたいな感じで、そう。だから、そう、自分が本来やる仕事とは違うところで働かなきゃいけないっていう。うん。いや、こういうことされたらね、ちょっと辞めたくなるよね、つって。だから、おそらくね、給料とかも減ってると思うんだよね、ボーナスだとかも、もちろん。いや、自分がやりたくないことをやらされてさ、そんな給料も少なくて、やっぱ続くわけねえんだよなっていう。うん。もう何があるかわからないっていう。で、あとはね、やっぱ意識が低いやつ。俺もそうなんだけど、俺はね、前の企業、ね、運よく入ったんだよね。面接はもともとそこそこ得意だったんだけど、そのウェブテストみたいなのがあって、俺兄弟とかがいたんだけど、兄弟が持ってたウェブテストの回答とか、過去のやつがなんかまるっきり一緒だったから、それを全部入力して、全部あって、運よく面接突破できて、そこに入れたっていうことがあったんだけど、やっぱ俺みたいにね、運よく入った人だとかに意識が低い人はね、入ってからがもうめちゃくちゃ、ついていくのが大変っていうね。うん。で、ついていけないと、やっぱ辞めたくなるだとか、うん、仕事ができなくなっちゃうから、もうそういった意味で、もうわかんないんですよね。何があるかっていうのは。はい。そもそもこんな動画をね、意識が高いやつは見てないと思うんですよね。俺みたいに意識が低い人だとか、ちょっと大手企業に入ってくすぶってる人とかが見てる場合っていうのが多いと思うんですよね。だって普通の人だったらこんな見ないから、うん、ちょっと、飛ばしちゃうようで悪いんだけど、うん。実際そうだと思うから。でも、この動画をね、見たことによって、もう意識とかもしかしたら変わるかもしれないしね。そこはちょっと、期待しときますわ。うん。どうすればいいかっていうのはね、正直俺にもよくわかんないんだけど、そこはね、ちょっと俺と見つけていこうや。うん。ちょっと頑張ってさ。経過報告ということで。今後も俺頑張っていくからさ。うん。何かあったらちょっとアドバイスとかするからさ。ちょっと見てってください。というわけで、こうみえでした。ありがとうございました。